髪の毛め、お前も成敗してくれる。残念ね、あなたの髪はいつもとても綺麗だったのに。ここへ何しに来たの？娘の戴冠式を見逃すわけにはいかないわ。誇りに思ってるふりなんかやめて。どうせ私のことなんか怪物だと思ってるんでしょ。あなたは今混乱してる。人を怖がらせて従わせることしかしてこなかった。メイやタイリンに対してもそうだったわ。どうすればいいっていうの？信用なんてバカがすること、怖がらせるのが確実よ。母上だって怖がってる。いいえ、私はあなたを愛してるわ、心から。面白い冗談。あなたはもうおしまいよ。待って、火の王になりたいの？いいわ。じゃあこうしましょう。兄上と私一対一で恒例の方法で決着をつけるの。アグニ会よ。いいだろう。どういうつもり？これは策略よ。私たち両方は倒せないから、ああ言ってるだけ。分かってる。だが今回はやれる。でも一人じゃアズーラを倒せないっておじさんにも言われたでしょ。今日のあいつは何か違う。どことなく締まりがないようだ。それにこの方が怪我人が増えずに済む。こんな形で終わらせることになって残念だわ。心にもないだろう。どうした？返されるのが怖いのか？今からやってあげるわよ。